はい、実況させてもらっていますシロックマンです、よろしくお願いします。今日はドラゴンボール Z ガイデン、サイヤ人絶滅計画、こちらをねやっていきます。ファミコンだけの、オリジナル作品であります。オリジナルストーリーですね。はい、こちらねやっていきます。はい、じゃあね、ゲームスタートで続きから、このね最終決戦ですね。はい、こちらに行きます。はい、そうですね、まあ、とりあえず、まあ、ここもね最後のとこなんで、はい、でこれもねもうラスボス戦に入りますんでね、うん、これまああれですよね、ドクターライチーですね。これ一応ラスボスになりますね。はい、これまあツボル人っていうね、その宇宙人がいたんですけどね、そのまあサイヤ人にねツボル人は全滅させられたんですよね。はい、ストーリー的にはね、で乗っ取られて、星を乗っ取られてね、ツフル人の星をね乗っ取られて、サイヤ人が支配してしまったっていうね、その恨みでねこいつはね復讐に来てるという、サイヤ人に対するね復讐でこうサイヤ人を絶滅計画を立ててね、はい、そういうストーリーなんですよこれね。はい、でまあフリーザとかねターレスとかスラックとかねを復活させて、それで、なんていうのかな、悟空たちに復讐したんですけどね。はい。じゃあ、これで、これラスボス戦になりますね。そうですね。これね、アイテム。とりあえず必殺技が使えるんでね、めっちゃこれ。カードがいっぱいあるんですよ、必殺技のカードがね。これを使ってね、一気に倒していきたいと思います。いっぱい使えるんでね。スーパーカメハメハ、まあ、超カメハメハですね。うん、あ、イレーザーショック、イレーザーショック、もうやるよんな、もうとにかく必殺技使うと、連続魔法法、で、アイテム、必殺技、魔空港包囲弾、これね、新人造人間17号と戦った時に使った技ですね、これね。ね、バリアでしのいだんですよね、原作のやつはね。アイテム、必殺技、バーニングアタック。はい、当たった。これをね、使って、全部、ね、アイテムね、これを使ってあれしますね。そうすればね、だいぶ楽に戦えるんで。まあ、ベジータはね、勝手にやる、オートで戦ってくれるんで。超能力。あ、動き止められたな。アイテムで必殺技、今度は、そうやな、これ使う、激烈魔閃光ね。はい、おお、1000いくら与えた。で必殺技、連続魔光砲、激烈光弾やと。はい、66アイテム、必殺技、バーニングアタック、あー、受けた、受けやがった、
ベジータは勝手にやってるんで、やってくるんでね。紀元山。412か。あ、来ましたね。フリーザ勝った。おお、めっちゃ食らった。アイテム。必殺技。超気候派。あ、これでいいか。はい、当たった。おお、1320。爆災マダム。連続魔法を使ってみようかな。あ、弱いな。魔漢光殺法。あ、受けた。フィニッシュマスター。結構当たりだね。爆発波。当たらんかったな。ダメージ受けなかった。そうか。ビッグスマッシャー。おお、食らった。アイテム。殺技。これ使ってみようか。超気候コアハってどんなやつだっけ。あ、これか。おお、当たったな。あ、これで、これ1段階倒しましたね。これまだでも復活するんですよね、こいつね。はい。800ある限り、技は不死身なのだっつってね。復活するんですよ。で、また戦うんですよね。はい。じゃあ間違いだ。2回倒さなきゃいけないんですよ、これね。電気なんてどんなんやったっけ。ああ、こういう技か。あ、でもまあまあ当たりだね。あ、避けた。必殺技、フィニッシュバスター。うん、当たれた。衝撃は。60って。レーサーショック。おお、食らった。アイテム。スーパーカミャミャ。はい、当たった。で、アイテム。殺技激烈魔線香。ああ、いけた。くそ、結構避けるな。激烈砲弾。
あ、また受けた。強いな、なかなか。フィニッシュバスター。当たった。受けなかったって情けないな、俺。ご飯動けなくなった。必殺技スーパーカメラメラ。あれ死なないな。そう、必殺技いっぱいあるんだよね。もうなるべく使うんですよ、あるだけね。ゴッドブレイカー使ってみるか。あー受けた。269か。ビザ買った。おう、スーパーカメラメラ。よし倒した。これでエンディングですね。ただね、裏ボスがいるんですよこれね。はい、裏ボスでね、このハッチシャックっていうやつがね、裏ボスで出てくるんですよ、エンディングの後にね。はい。これ仮のエンディングですよ、これはね。プロデューサー。まあ、仮のね、エンディングなんで、これはね。まあこれもね、これファミコン版としてはね、これが最後のね、ドラゴンボール Z のね、最後のシリーズになりますね。RPG としては、まあカードバトルとしてはね、これが最後になりましたね。作品としてはね。はい。まあさっきのね、ドクター・ライチをね、確か何ターンか忘れたけど、何ターン内に倒せばね、この後に、エンディングの後に、ハッチシャックという裏ボスが出てくるんですよね。まあ多分大丈夫と思うんですけどね。はい。何ターン以内やったかな ?20 ターン以内かなんかそんなんやったような気がするけど。そうすれば、まあ、ハッチシャックとね、戦えると思うんですよね。それが本当の、まあ本当のラスボスと言ってもいい感じですね。裏ボスとも言えますけど。めちゃくちゃ強いんですよね。まあね、サイヤ人絶滅計画、ファミコンオリジナルでもありね。あと、プレイディアっていうね、バンダイのゲーム機があるんですけど、そのプレイディアでも出てましたね。サイヤ人絶滅計画ね、アニメバージョンのね。アニメをゲーム化したやつがあったんですけどね。それも出てましたね。で、プレステ3のですね、ドラゴンボールレイジングブラスト2の方にもね、スーパーサイヤ人絶滅計画というね、アニメがね、確かね、ありましたね。はい、出てましたね。はい。これ多分出てくると思いますよ、800。この後確か出るんじゃなかったかな。待ってたらね。そう、これですね。これ、まあね。
これ出てくるんですよ、8白はね。そう、こいつね、こいつがめっちゃ強いんですよね。これ裏ボスですね。まあ本当のラスボスと言ってもいいですね。はい、これですね。はい、これ強いんですよね、こいつはね。まあ今まで通り必殺技を使って倒しますけど、スーパーカメラが、あ、避けやがった。ちょっと一回回復させた方がいいな。さっきの800の戦いでみんな疲れてるから、回復させた方がいいよ。そうやね、やっぱ減って状態になってるからね。そう、めっちゃ減るんよね、アイテムみんな回復。これでいいと思うんですよね。んで、必殺技。激烈な閃光。いや、当たった。んで、アイテム。必殺技。マクホイダン使うか。ああ、避けられた。そうか、あれ避けられやすいんやったっけ、そういうやね。これでしょ、不死にしました。当たった。無理出た。ベジータ当たるのちゃう。466か。まあ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 ね。アイテム。必殺技、なくなってきたね、必殺技ね。カードが。カードっていうか、アイテム。当たった。あ、これ。あ、これ必殺技使ってくれたな。これ強いんですよね、この技。めっちゃ食らうんすよ。大ダメージ受けるんですよ。あ、よかった、受けなかった。失敗したな。あいつ失敗しやがった。激滅魔閃光。よし、当たった。はい。ピッコロ。あ、まだいっぱいある。あ、とかね。あと5個しかないな。じゃあ、連続魔法を。激烈光弾やね。よし、当たった。616か。あと4個しかないな。見せました。よし、当たった。ベジータ。うわ、197しか。あと3個か。時間がめやめや。よし、当たった。多分もうちょっとで倒せると思うんですけど。あ、来た。リベンジャーか、なんだ、カノン。これめっちゃ食らうんですよね。敵。これ全員に攻撃やったかな、確か。うおー、食らった。うわ、食らった。これめっちゃ減るんですよ、確か。おぉ !2000 食らった。まあでも大丈夫やけど、まだ。アイテム。必殺技。激烈な戦法。医者だった。まだ生きてるか。まだ生きてるか。必殺技もう1個しかないな。
ピッコロはちょっとやめとこう。ピッコロは普通に戦おう。オートでいいや。おう、まあまあ当たったね。あ、倒した。倒したやん。これで本当に終わりですね。はい。これでエンディングですね。はい。インド。はい。これで終わりです。はい。はい。じゃあこれでね、終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。